どうも皆様こんにちは、サイクニアです。今回ですね、グラクロの攻略動画を撮っていこうと思います。はい、いろんな声も出せるんだけれども、まずは今日はこの声でやらせていただこうと思います。はい、で前回ね、一回このクエストやったんですけど負けてしまいました。なんでかっていうと、まあ後に説明します。でそれにこれ結構周りもいかついよね。結構精巧に作られていまして、このアプリ僕結構好きなんですよ。なぜかって面白いから。これってなんか小学校の頃にあの教科書で読んだあれじゃん、エーミールだったっけ。へえ、君はそういうやつだったんだね、みたいなやつじゃん。まあ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 、別にそんなん置いといて、まずはドロロぶっ通していく。等級が14万だから割と高いんだよね。俺結構平均的が13万ぐらいだからさ、等級飯食わんと普通に負けちゃうから。そして結構負傷しています。でうちのパーティーはキングとデリエリからのエスタロッサであります。でキングはなぜ入れたかというと、相手はデバフを使うことを使うんですよ。めっちゃ5つぐらい使います、バン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 。でそれを解除するために石化をちょくちょく入れることによって相手のデバフを解除しようという企みがあります。はい、ほらね、めっちゃなんかデバフ使うでしょ。でエスタラストは相手水属性じゃないですか。でこっちは木属性だから普通に有利なんですよ、属性的にはね。だから普通にあの入れてるんですけど、はい。で相手 HP が28万だから割と高いんですよ。はい、でこの HP を一気に減らすためにデリエリ入れてるというわけです。デリエリはね、どのパーティーに入れてもどのクエストに入れても普通に使えるんで、これはもう必須ですよ。持っててよかったってめちゃくちゃ思ってます。でね、相手めっちゃ必殺技溜まるの早いんですよ。でも必殺技食らっても別にレベルが80ぐらいあれば耐えることができるので、まあ、大丈夫です。でこれで5万8000食らうからね、もうでかすぎる本当に。エスタロッサは別にガチャで手に入れたわけではなく普通にショップで買ったから、皆さんもねエスタロッサもし持ってなかったらショップで買うのもありだと思います。ヘビーメタル、はい。でほらめっちゃデバフつけるじゃん相手。でここで相手をね石化状態と溶かすことができたらいいんですけれども、今石化が持っていないのでエスタロッサのこの必殺技でカバーしようという策略でもあります。はい、ヘビーメタル。でもうコンボスターずーっとやってたからデリエリもデバフ結構溜まってるし、だからこのパーティーが一番いいとされるものだと私は考えております。普通に強いしね。でここでキングのデバフ解除を使うことによって必殺技も打てるっていうことで、もうこれでねもう勝ちは確定なんで、次のクエストに進めるというわけです。はい、ほらこの時点で4万2000だもん。えぐい本当に、超絶強すぎる。マジでデリエリはね持ってた方がいい。持ってなかったらもうどうしようもないぐらい。もう普通にクエストとかねこなすのこなすだけでも、結構難しいからね、おすすめですこのパーティーは。ではね、まずはドロール倒したんで次はグロキシニアかな。まあその動画をあの明日ぐらいに出すんで、よかったら見てくださいませ。ということでね、今日の動画はこの辺にしとこうと思います。またわからないことがありましたらあの質問してくれたら私答えさせていただくんでよろしくです。じゃあね、今日の動画はこの辺で終わろうと思います。バイバイ。